もよろしくお願いします。お願いします。嬉しい。この野菜美味しいんですよ。美味しいですよね。ドレッシングが迷って。やっぱり私もドレッシングファンです。全種類いきますね。サラダバーじゃなくてこれドレッシングバーですよね。あゆみさんどれが好きなの？これとこれ大好きです。この卵が平飼いの家の卵なんですけど、卵液使ってないです。やっぱ全然味が違う、うん、食感も違うし。こうじゃんって言ってるんですか？こうじゃんって言ってる。麹とお醤油と生姜とネギで発酵させた、うんうん、あ、生姜とネギで、うん、これがすごい美味しいんですよ。美味しいですよね、はい、あとね、ここの北中城村、うんうん、この村が特産品が青さなんです。しかも青さの養殖場で EM 使ってるんですよ。米も EM 米です。いただきます。いただきます。朝からお腹空きますね。そうですね。ここに滞在してると、うんうん、いつも朝食べないんですけど、ね、って言ってましたよね、ももこさん。はい、いつも 1,2 食なんですけど、うんうん、朝食べれない方って言ってましたよね。そうです、ね、私も全く一緒で、朝普段絶対食べないんですけど、ここ来るとついついね、めっちゃここ来ると3食食べてるんですよね。でもそれがね、うんうん、そうない、そう重くないんですよ。重くない、胃もたれがないし、うん、胃が軽い、いっぱい食べてる。やっぱ全部ね、発酵を応用してるから、そうそうそう、うん、微生物たちがある程度こう分子を細かくしてくれてる段階のものを私たち取ってるので、うんうんうん、だから軽い感じなんですね、うん、消化も多分本当に負担が少ない、うん、の腸の調子がもう素晴らしくいいですよ、うん、トイレの状態がトイレの状態がですよね。普通のもの食べてるとお腹いっぱいになったらもう、うんうーってなるじゃないですか。苦しいじゃないですか、うん、それがないんですよね、うん、お腹いっぱいってなるんですけど苦しさがない、うん、不思議な感じ、うんうん、早速ゴールドのお湯割りを。お湯割りですか？朝からお湯割り。酒飲みですね。いやいや飲まないですよ、私飲めないので。ゴールドはね、温めた方がいいですもんね、うん、そうですかね。そう、実はちょっとお伝えしたいことがあって、うん、ホテルの料理がまた全然告知できてないんですけど、うん、ちょっとグレードアップしてて、うん、サシスセソを変えたんですよ、うん、とあるものを変えたんですよ、うん、こう、まあ、砂糖はもともと白砂糖を使わないとかってやってたんですけど、うんうん、そこはもう一段と徹底して、うん、まず原材料まで白砂糖を使わないってところをこだわったり、まあ、塩も、そうか、塩そんな変わってないか、もともと先生使ってないので、うん、で、まあ、お酢だったり醤油だったり味噌っていう部分を、うん、こう本当に完全にちゃんと無添加のものっていうのを選ぶように、うん、今までちょっとやっぱり料理によって混ざっちゃったりとかしてたんですけど、そういうところも全部クリアにして、うん、で EM の味噌を使ったりして、うん、EM の醤油使ったり、さらに調味料がこだわりを書いてありますか？書いてないんですよ。でもね、あの本当によく言われるんですけど、こっそりやるな、陰徳ですけどね。そう、あとこれ小麦、うんうんうん、パンの小麦、お菓子の小麦が全部国産小麦に、うんうん、すごい。そんなホテルないですね、多分。全部ホテルでパン作ってるんですか？ホテルパン作ってます。手作りで。手作りです。へー、で小麦探すの最後までね、全粒粉の国産小麦がなかなか見つからなかったらしいんですけど、うん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 、それもついに見つかって、うん、あ、もう全部国産って言えるなっていう状態。へー、それは前面に押した方がいいんじゃないですか？ねえ、ちょっとあのすいません、スタッフさん、ホームページに掲載をせずにこっそりやる。こっそり知ったら嬉しいと思いますよ、うん、ユーザーさんたちは、うん、ね、小麦の問題もいろいろありますもんね、うん、知っちゃうとちょっと食べられなくなっちゃったりとか、私もね、うん、して一時期なんかホテルのパン食べられないかなとかってなってた時期もあったんですけど、うん、もう今念願かなって、うん、全部国産小麦、うん、パン好きにとってはめっちゃありがたいです。バターまでこだわってて、この、うん、そうそうそう、発酵バター、塩麹とバターを混ぜて、あ、ジャム、そう、ジャムみんな手作りなんですよ。ジャムもね、普通のホテルってなんかこうピュッて出す、あ、あるパチって、あれ、あれね、絶対食べないでしょ。ジャム作りめっちゃ大変らしくて、あのベーカリー、女の子たちがジャム作ってるんですけど、うん、すごい大きい鍋で、うん、みんなで交代交代でずーっと混ぜてるらしくて、何時間かかるんですかね。2時間って2時間2時間ずっと混ぜ続けて、それもだって何種類、そうそう、結構ありますよね、種類が。しかも跳ねるらしくて、みんな火傷しながら混ぜる。そんな苦労が詰まったジャムです。ジャム、みんな表に出てないか考えたら、それも
そういう写真とか撮って貼っとけばいいんじゃないですかね。あ、確かに、やけどしてる苦労がね、分かるのね、はいはい、その分愛情たっぷりです。はい、はい、さやかさんパン食べるんですか普段？いや、普段食べないですけど、うんうん、でまたここ私ビーガンなので、うん、ビーガンのパンが置いてある、ね、ホテルなんかないですからね。うんうん、また2種類もある。あ、バターが普通バター乳製品卵が入ってるんですけど、もうこれは甘酒カンパーニュも入ってないし、うんうん、こっちのも入ってない。でビーガンくるみブレッドですよね。うんうんうん、そう、ジャムもそうだし、すごい。で白砂糖じゃないでしょ。うんうんうん、完璧ですね。でも野菜が無限に食べられる、本当に。子供が食べるってすごいですよ。野菜の違いでってこと？ドレッシングなのか野菜なのかどっちもでしょうけど。普段あんまり食べないのに。そんな食べないですよね。まもり食べてました。醤油忘れたな。醤油？このね、唯一納豆のタレが使えないのが私はすごい不便で、うんうんうん、タレですか？なんかね、このタレだけ添加物入ってるんですよ。え、そうなんですか？ほんとだ。ブドウ糖と加糖液と、うん、なんとかエキス、ブドウ糖、酵母エキス、酵母エキス、異性化液糖も入ってますね。置いてありますか？それって。え、ついてる？この納豆にそう、入ってるんですよ。開けたら中に入ってるんですか？開けたら中に入ってるやつが、ちょっとホテルさん、なんとかしてくれないですかね。せっかく有機納豆なんですよね。本当にね、この有機納豆なんですけど、これ、私が言うなって感じ。でも醤油だけ変えればバッチリですよ ね。そう、だから皆さん、この納豆はすごい素敵なんで、中のタレだけ、ね、醤油麹かけたらいいですよね。いい、醤油麹か。あ、そうですね。コージャン一番いい。コージャンもめっちゃ合うと思う。私、いつもの EM の醤油入れてやってるんですけど、すごいですよね。EM の醤油が置いてある。そうそう。調味料もね、塩もそうだし。うんうん、かけ放題。かけ放題。あんま体に良くなさかけ放題だと。でもいい塩はいくら食べてもいいって聞きましたけど。そう、適塩っていうのって自分の体がね、やっぱり決めるものですもんね。うんうんうん、人によって違うんでしょうね。うん、そう、だから私普段お味噌汁食べる時も、うん、絶対にその味、味噌入れないんですよ。まあ、味噌の中の菌が死んじゃうからっていうのもあるんですけど、うん、みんな味噌なし味噌汁を家族に配膳して、うん、へー、好きな濃さにして、そうそうそう、そうするとこの温度多分75度ぐらいで菌全滅しちゃうんですけど、うん、鍋で入れたらね75度超えてるので、うんうん、せっかくいい菌が入った手前味噌も、うん、なんか菌が死んじゃうって思って、うんうんうん、そしてそう配膳すると温度が下がるし、うんうん、あとなんだろうな、一日中エアコンの中にいる私と、うん、外で運動会の練習して汗だくで帰ってきた子供と、うんうんうん、多分奪われた塩分量って全然違うじゃないですか、うんうんうん、汗ってね、塩だから、うんうん、で、そうすると子供たちにも自分の体に声を聞いて、うん、味噌入れてねっていう、それが習慣になってるのでめっちゃわかりますよ、子供。結構濃いめにやっぱり入れるんですか？そう、夏場とか、うんうんうん、もう味噌にガ、味噌汁に味噌ガって入れた後に、うん、ご飯にも味噌乗っけて食べるとか。あ、いいですね。家族みんながね、同じ塩分量って多分ないはず。うん、そりゃそうですね。美味しいと感じる量を入れたらいいってことですかね。そう、日によっても変わるんですよね、あれね、味覚って。なんか今日薄いとか、今日濃いとかって。人によっても、ね、日にちによっても。面白いシステム。昨日、ボイスワークをしたんですよ。ももこさん、合宿をやったので、今回合宿で一緒に来てるんですけど、ももこさん のボイスワークを浜比嘉島でやったんですね。その時にみんなの発声をやったんですよ。うん、で、腹式呼吸をやったんですけど、できてるかどうかのチェックで、ももこさんのお腹を触らせてもらったんですね。ももこさんがみんなにこうやって、こうやって触って。そのももこさんの腹筋の動きの筋敏さ、すごい。自分でやろうとしてもなんかほにょんみたいな感じなんだけど、ももこさん動きがね、キュッキュッって動くんですよ。そうですか。うん、すごいと思って。あ、でもこう脱いだらムキムキとかじゃないんですよ。ぽよぽよなんですよ。中だけなんですよ。インナーマッスルだけなんだ。アウトマッスルとインナーマッスルって別じゃないですか。歌う時ってアウターマッスル使わないんですよ。使わないんだ。アウターってこう割れる筋肉、見た目はね、そこは一切使わずに、奥にある細かい筋肉、お腹の丹田周りの筋肉なんですけど、なんで見た目ぽよぽよでもああいう動きになります。全然違うの。
でも今さ、あの、女性でも子宮が下がってきて、ね、る方も多いから、そう、筋肉不足でもそう、あのトイレの問題、あの和式から洋式に変わったりとか、あとナプキンとかの問題で、ナプキンで下がる、ナプキン、まあ、化学物質を吸うことにもなるので弱ってるんですよ。ね、あの、うん、すごいですね。365日今みんな織物シートとかつけてる方多いですよ。あと若い子でも尿漏れがすごい多くて、そう、締まりが悪くなる。悪い、そうよ。今若い子でくしゃみ、だから出産後くしゃみをしたら尿漏れ ね、 あるけど、その時はありましたかね、うんうん、じゃなくて今もう高校生とかであるんだよ。そしたら相当やばいですよね、うんうん、そうなんよ。だから今その売り場がすごいどんどん増えてきて、うん、怖い。だから不妊がどんどん、そうそうそう、だから弱ってる子宮、うん、それだってせっかく妊娠しても折りやすいとかになっちゃうんじゃないですか。切迫早産とか今多いしね、すごい多い、うん、そう、女性系の病気、そう、すごいよ、それは、うん、だから今ね、その見た目よりも、うんうん、すごい大事なんじゃない、そのインナーマッスルって、うんうん、マッスルもだし、そういう使う素材もですし、うん、全部がこう悪影響なんでしょうね、うん、冷やしちゃうからね、あの普通の、 あの高分子吸収剤が入ってる、うん、あれはね、あ、それを経皮吸収して内臓が冷えてしまう、うん、冷えちゃう、うん、実際にあの紙ナプキンに水を垂らしてこうやって触ると冷えピタのように冷たいんですよ。やった、私実験をしてるんで、うん、いろいろなものをこうやって水を垂らして、うん、触ると実際に冷たいんですよ。ピンやりするんですよ。それで冷えてしまう。ずっとそれをつけてるってことは冷えますよね。一番こう経皮吸収率が高いところだし、そう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 、このね、肌の中で一番粘膜、粘膜ですね、粘膜吸収だから、うんうんうん、なんかうちの娘はなんだろう、市販の使ったことなくてうんうん、うん、何使ってるんですか。あ、市販のだけど、オーガニックとかの使ったり、うんうん、布とかなんですけど、うんうん、この間なんか学校で急になんかそういうことだったから、うん、学校でしょうがないかもらって応急的に使ったら、それが人生初のケミカルなもので、帰ってきてすごいびっくりしてて、ママすごいやばいよこれって。どうやばかったんだろう。あの、もうやばいのが分かる。で血が止まらない。そうそうそう、あれ吸血鬼っていうんですよね、別名吸血鬼。私も経験したことがある。量が増えるんですよ、持ってかれるの。そうだから娘が出る子供だし敏感だからすごい感じて、本当にやばいよママ。そんなに違うの。変な大興奮も。すっごい血が止まんないのみたいな。怖いですね。そう。いやでもそれは量、あのね、布ナプキンに変えて量が減りましたっていう方多い。私も減りました。そう、あれ持ってかれるの。吸い出す。ジャージャーだったんですけど、もう出るんじゃないかっていうぐらい。そしたらのナプキン変えて、食べ物もまあ関係あるかもしれないですけど、そしたらね、なんかもうほぼついてないんですよ、すごい。まただからインナーマッスルもすごいから、トイレ行った時に出るっていう、それもだから、あの月経コントロールができてるってことですよね。昔の人はそうだったんでしょ、ナプキンなかったじゃないですか、着物でね、ショーツもなかったから、どうしてたんだろうって思ってて、それこそいらなかったっていう、いらなかった、びっくりですよね。キュッと締めて出したい時に出すっていうね、トイレ行った時にって、そうできそうですね。でももうちょっと朝食食べながらめっちゃウケるなって思って。ちょっとあのごめんなさい、こんな話になっちゃって、こんな話になっちゃって盛り上がってしまいました。でもすごい大切なことですよね、食から全部つながってる。こういうことを、学校の保健体育とかでやるべきなのに、なんでやらんの、一番大事な体のことじゃないですか。でもこのホテル の、 あの自販機にナチュラムーンが置いてあるじゃないですか、すごい、すごい、めっちゃすごい、ナチュラムーンを選んでるところが、そうそうそう、今日の、まあ、このコットンにするだけでも全然違います、違います、やっぱり、コットンにするとか、まあ、高分子吸収剤が入ってないものにするだけでも違うと思います。でも市販でも本当に高分子吸収剤が入ってないね、オーガニックとかを、ね、あ、増えました。普通にドラッグストアでも見かけるようになったので、なんかいい流れですよ ね、 すよね、やっぱ分かってきたんでしょうかね、みんな。そう、私もそうですよ、ね、最初は私白砂糖から入ったので、白砂糖があまり体に良くないっていうところから、はい、それから添加物に行って、だんだんですね、だからうさとも後ですね、もっと後なんですけど、うさといまで行こうと思ったら最終形態ですかね。
すごい気持ちいいですよ、やっぱり。お砂糖きます？最近ね、ちょこちょこ、うん、あ、そうなんですか。あ、気持ちいい、うん、お砂糖って昔からある。昔から30年近いのかな、うさぶろうさんデザインし始めて、うん、うんうん、よかったら6月田植え、うち小さいんですけど、うん、一旦の半分なのでそんな大きくないんですけど、田植えを 手でやるんですよ。主人が、まあ、夫ね、コバシャールなんですけど、うんうん、コバシャールが今あの田植えの準備をしてくれていて、うんうん、で、トラクターを入れるんですけど、うんうん、今水張って6月にやれるようにと。いいな、うん、金まみれになりま す, なりますよ。腰がやられるって聞くんですけどあ、そんな長時間やらない でっていうか、みんなでやるともう1時間2時間はかからないですね。あっという間に、もう午前中だから遠い方はうちに全泊してもらって、うんうん、で朝も7時ぐらいからスタートしないと、暑いともうすごい体力奪われちゃうので、うん、朝のもう早朝に田植えして、でみんなでその後温泉行って寝るみたいな感じ。そうなんですか早朝か私ちょっと7時以前に起きたことないんで、ちょっと起きれないですねでもこのホテルだと目覚め良くないですか？よかったです確かに。なんででしょうか。今日5時ぐらいにはもう目覚め、寝てなくないですか？うん、寝なく少なくても全然平気。昨日も12時ぐらいまでみんなと喋ってて、それからだったんですけど、やっぱこのホテルすごいです。なんでしょうね、なんか空気も綺麗だから、うん、全部のこう体が整うっていうか、うんうん、それで目覚めも良くなって、うん、寝つきも良かったですね。子供たちもすぐ寝てます、うんうん、まあ、疲れてたのもあるけど、うん、はしゃぎまくって、うん、もう毎回ここに住む僕はうちも最初そうやって言ってました、うん、ここに住みたい、ここで働けばみたいな。そっか、働いてくれればいいのかって言っときます。今足りてない部署はどちらでしょうか清掃かな。清掃員で金まみれになれるやつ。小学生でもよろしいでしょうか時給300円ぐらいで時給300円かちょっと役に立たないずっと廊下雑巾がけしてるでも学校行くよりいいかもしれない、うん、そうそうそう本当でもうちの子ここで働くかもしれないですね。沖縄好きすぎて、沖縄に生まれたらよかったって言ってます。2人とも。そうですね、沖縄にでも生まれてたらホテルに泊まらなくていいんじゃないかなっていや泊まるって言ってもね将来でもじゃあこちらに雇われるかもしれないので、はい、先輩よろしくお願いします。私もバイトなんで。バイトなんですか。えスーパーパートなんですよ。重役やってて。重役やってる営業部長でしょそう、アルバイトだから何の経験もないですか。びっくりですね。スーパーパーとアニさん、もう本当になんか久しぶりに会って女子トークに花が咲いて、うん、多分このまま止まらないので、はい、一旦ねこちらの方で皆さんにはご挨拶を大丈夫ですか。もう本当にまた遊びに来ていただけたら嬉しいです。はい、今度ちょっと、ね、夜飲みましょうね。あ、飲みながらまた女子トークしましょう。はい、しましょう。はい、はい、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。またねー。